こんにちは、元男の子で元高知高校野球部の青木かのんと、青木かのんチャンネルエンディングテーマを出していただいておりますポンコツ浜竹、そして東海大相模元ブルペンキャッチャー浜竹です。よろしくお願いします。例の動画、計測ミス。今日はですね、出直しということで、はい、こちらフィールドフォースさんの貸し切りしました。ここで正々堂々と 18.44 の距離で投げるという、そこから再スタートっていうのにもかかわらず、ズボン忘れました。すいません。やっていきますか。はい、お願いします。うわー、やばい。公式ってのは生スピードでやせる。生スピードでやせる。もう少しだ。あ、一応これでもここでスピード出てますよ。今何キロ出た？なので75が初速です。 75？ はい、4.44 なんでいきます。多い。まあ、慣れるまで。え？慣れるまで。自分結構ビビっちゃいましたね。おい、はい、今ので78です。全然もう頑張って止めるんで、気合いで。今ので83です。おい。おお。87です。ちなみに今7割ぐらい。8割ぐらい。ってことは10割って100割いくじゃないですか。おい。87です。はい。ファインダップがすごく大変そうです。落ちちゃいます。セットできます。わかりました。真ん中で大丈夫です。はい。おい。90キロ。おい。91キロ。公式ボールなんでボール抜けるんだ。おい、はい、おお、91キロ。おい、
24キロ徐々にスピードアップします、スピードアップ。おい、めっちゃいいボール見せよ。ほい、95キロ出ますね、めっちゃ球いいです。今の球だったら本当にあの気づかなくていいんですけど、大谷翔平さん写真撮れますか。はい、大谷翔平さん。どういう意味ですか、それは。あ、終わりました。ほい、あ、落ちろ気をつけない。ほい、95キロです。さっきはこっちだったんですけど、こっち側に行くことはどこ？こっちに行く方がまだマシなんですか。だって変な話、こっちだとボール肩開いちゃってボール抜けてるのがこっちなんですよ。じゃあ今藤波慎太郎投手より私の方がいいよ。ビッグネームがすごいですね、さっきから。もう飛べっすか。おい、おい、キラオス、おお、94キロ、落ち着いて1回。いますよね。全力で、はい、お願いします。やっぱちょっとあの感じてるところは違いますね。あ、俺打てないなと思いました。あ、じゃあ今だったらめちゃくちゃホームラン打てるっす。いやいや、ひどいひどい。出ませんでした。ちょっと嘘ついてくださいよ。98キロだったら100キロでもいいじゃないですか。もう嘘つけないですよ。いやいや、最初は嘘つくつもりなかったですからね。17メーターは軟式野球の女子のデータがそれしかなかったんで17メーターだったんですよ。嘘じゃないですね。はい、ちょっとやばいっすよ。伸びしろありますかね、これ。ここから多分頻度増やして投げていけば100キロ多分絶対超えますし。本当ですか。はい、そしたらもう130キロプロジェクトいっちゃいますか。それは無理だと思います、ね、またですね、再開したということで踏み出したこの一歩を今回皆様にお届けしました。楽しんでいただけた方は、あと応援していただける方はグッドボタンお願いします。あとエンディングテーマこの後流れるんですけど、その歌われてる超本人の浜竹さんがやられてる SNS も画面下にありますので頑張ります。よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。